じゃあ今日は、2ステップのちょっとしたほんのちょっとアクセントを入れる、やり方をお伝えしたいと思います。決して珍しいことじゃなくていろんな人が、普通にやってることなのであまり食いつかないで期待しないで見てください。普通に2ステップを踏んでいてこの中にスライドを入れていくという動きです。スライド、スライド、スライド、スライドをワンカウントで入れるんですけども、スライドをワンカウントで入れると2ステップが3ステップになってみんなで練習していくときに、3、6、9って8カウントからどんどんずれていってしまうので、今回は1、2、3、4、5、6、7、8というふうにスライドに2カウント使ってカウントがずれないように、やっていきます。じゃあ右足をムーンウォークをするかのように上げます。その時に次に後ろに足をスライドさせます。2カウントでゆっくり1、2、2ステップ。足を戻したら戻した足を立ててまたここで1、2、2、5、戻し2、3、5、1、2、2、5。後ろもできます。じゃあ右足を立てたところからいきますね。2カウントを使っていましたけれども実際に普通に普段踊る場合というのはスライドはワンカウントです。どんどん音とずれてずれる、そう、音とずれていってしまうので今回はあえてスライドに2カウントでプラス2ステップなので、1つのムーブが4カウントで収まるように調整しています。実際はこうなんですね。
まあ面白いですね。はい、そうですね。まあ、今日は小さなネタで申し訳ありませんでしたけれども、ぜひ使える場面があれば使ってみてください。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。